はい、TTC の皆さん、ナマステ。このビデオは、この自動採点の、4番目のビデオになりますね。これが自動採点の最後のビデオになります。このビデオでは、テストに写真や動画を入れる方法についてお話をしたいと思っています。はい、これはですね、この、前の、ビデオで、作ったものですね。ここに、なんとかは食堂です。それと、トイレはどこですかという、こういう二つの質問がついています。じゃあ、このね、みんなの日本語の第3課を今やってますけど、第3課では他に、時計とエレベーターっていう言葉が出てきますね。なので、じゃあ、まず最初に時計について質問する、そういう、クイズ、質問を作りましょう。で、これもデュプリケートしますね。はい。で、ここに、じゃあね、これは時計ですかというふうに入れましょう。これは時計ですか。はい。で、正しいのが1番ですね。これが正しい方ですから、ここにはいと入れて、はい、こちらにいいえと入れます。はい。で、ここは消しますね。はい。で、この上に時計の写真を入れたいんですね。時計の写真を入れるときは、この add image。はい。これで、はい、今ね、時計イラストっていうのを、選んだところですね。なので、ここに、時計イラストと、で、検索して、あ、これですね。Google イメージサーチです。このアップロードカメラ by URL とかいろいろありますけど、Google イメージサーチが一番便利ですね。で、この、一番最初にあるこれを、クリックして、はい。今ですね、入ってくると思います。はい、こうやって入ってきました。でも、できれば、これ、この質問の上にあった方がいいですよね。ですから、今度はこれで動かします。これでこうやって動かしていきますね。はい、これで動きました。これで、この時計の下に、これは時計ですかという、質問が入っています。じゃあ、今度はエレベーターですね。エレベーターを、今度は動画で見せたい。そういうふうに、そういう時にはどうすればいいでしょうか。で、今度は、これもですね、これはエレベーターですか。エレベーターですか。というふうに書いてみました。で、じゃあ今度は、エレベーターを動画で入れてみたいんですけど、その場合はこれですね。Add Video。はい、これをカチッとクリックします。はい、そうするとこういうふうに、今、エレベーターをね、検索した結果が今出てますけど、ここの、これが、ちょっとこれよくわからないんで、この2番目のこれはエレベーターらしいので、これを選んで、ちょっと待ってね。セレクト。はい。セレクトを押しました。はい。そうすると、ここにですね、ビデオが入ってきています。エレベーターのビデオが入ってきていますね。はい。で、これも、やっぱりですね、質問の上にこのビデオがある方がいいので、ここのところをドラッグして、掴んで、ドラッグして、で、ここで外します。そうすると、ここにエレベーターの動画があって、その下に質問があるようになるわけですね。じゃあね、これ、ここでは、ビデオを見ることができないんですけど、そういう時にですね、ここの目のマークがありますね。プレビューってあります。はい。このプレビューを選ぶと、まあ、クリックしました。そしたら、この質問の、テストの形で、この Google フォームを見ることができます。最初に何とかは食堂です。ここは食堂ですね。で、これはトイレはあそこですっていうことですね。そして、この時計の写真があって、これは時計ですかという質問が来ています。で、最後に、このビデオがあって、これはエレベーターですかって書いてありますね。じゃ、ちょっとこれも、クリックして再生してみましょう。今ね、皆さんの耳には聞こえないかもしれませんが、私の耳にはこのエレベーターの中の音も聞こえています。はい。まあ、これで、ビデオを再生しながら、で、これが何かを見ることができるわけですね。はい。はい。これで今日のビデオは終わりですが、今週はですね、これで終わりです。来週は JF スタンダード。これについてお話をしたいと思います。はい。それでは、フィルミレンゲー。